はい、皆さんこんばんは。ギタリストのヒカルでございます。本日もよろしくお願いいたします。まあ、本日はですね、こちらの、サムネの通りなんですけども、ギターを弾き始めてもうかれこれ、35年くらい経つんですけど、正直な話、自分はね、ギターに向いてないんじゃないかなって思うこととか、もう練習が嫌になることとか、本当もう弾けなくて、悩むこととか、本当にそういうことってもうしょっちゅうあるんですよ。多分これってどこまで行っても多分ね、離れたいと思うんですよね。で、結局最初の頃って、ギター始めた頃って、簡単なこのバッキングとか弾けたらいいなと思って、始めたわけですよね。で、当然バッキング弾けるようになればね、特にギターに関してはやっぱりギターソロって必ずほとんどって言っていいほど存在するわけじゃないですか。で、ギターソロってなるとすごくやっぱり難しいんですよね。一気にバッキングと違っても格段にレベルが一気に上がる感じじゃないですか。で、そのギターソロをまず覚えていきますよね。で、要するにその時その時によってその目標ってやっぱり常に上にあるんですよね。なので、その弾いてる時とか、やっぱり弾けない時ってやっぱりね、当然ながらいつまで経ってもそれはね、結構落ち込むもんですね。はい。なので、こう、ずっと練習してて、で、気持ちよく練習してたはずなのに、ある日突然なんかもうさらに、こだわりを持ってね、例えば、音に対してとかでもいいんですけど、私の場合音とかだったんですけど、その音作りに関してもそうです。いや、もう自分ってもう本当になんかこう音作りに才能ないなとか、思ってましたしね。最初の頃って結構ざっくりだったんで、なんかもう歪みサウンド出ればもうそれでいいやっていうところがあったんですよ。ただやっぱり追求すればするほど、その音に対してのこだわりもすごく強くなっていくんですよね。すごくサウンドって重要で、音もそう、音って何て言うんですかね、音だけで分かるアーティストっているじゃないですか。この音は、あのギタリストだって、そう思われる、思うのです。音だけで分かるのってすごいことだと思うんですよね。だから私はずっとこうラードネスとかね、イングエとかこうコピーしてきましたけど、高崎さんの音とかも分かるじゃないですか。めちゃくちゃドンシャリの重低音のサウンドでね。なので、そういう音っていうのもすごく重要だったりするわけですよ。で、こう作り込んだりしていくと、やっぱりね、なんか自分が考えてるほど甘くはないんですよね。なんかラードネスの音を聞いて、すごく重低音だからっていう考えで、やっぱりすごく低音がついてるなと思って、普通に低音いじるじゃないですか。で、やるんだけど、なんか思うように全然作れなくて、すごく高い壁にぶち当たったりしてね。で、それ乗り越えれない時とかはもう一日中やっても分かんないですもん、全然。で、結局は音作りもそうなんですけど、いじり倒すしかないんですよ。で、覚えて、経験して覚えていくしかもう全然方法がなくて、で、時にはその、YouTube でね、例えばドンシャリサウンドっていうのをこう調べたりして、もし載ってればそれを参考にしたりして音作りって当然していくんですけども、ギターの練習もそうです、やっぱり同様。はい、もうずっとやっていって、弾けてたつもりだったけど、ある日突然、今はコロナ禍になってはからになってからは、例えばライブ配信とかも多くなりましたよね。で、もちろん弾いてみた動画とかも上げてるわけですけど、改めてその自分の弾いてる映像とかを見てみると、
全然なんか弾いてるときは弾けてると思ってるんですけど、実際見てると、よく聞くと、若干譜割りがやっぱりずれてるとかね。どうしてもここの部分だけが、ちゃんと合ってはいるんですけど、ここがなんかこう、譜割りが要するに合ってない。16分音符で弾くはずなんだけど、どうしてもそのテンポ的に18音符、18、10、うん 16分音符ね。16分音符があまりにもちょっと中途半端なスピードで、スピード的にはなんか6連になったりする場合ってあるんですよ。16分音符4つなんだけど、どうしても走ってしまって6つ弾いてしまうことがあって、それがだんだん先に行くと、もう、ここで着地するはずなんですけど、特にイングウェイとか弾いてるとね、ここできっちり着地しないとなんないんですけども、半拍多く着地してみたりね。ちょっともう一拍早く、一拍はちょっと、ないかもしれないですけど、半拍、早く着地してしまったりとかってあるわけですよ。で、より完璧を求めれば求めるほど、やっぱり、この差って、なかなかやっぱり響いてくるんですよね。弾けないで、この反拍を合わせることができないっていう。で、それが結局悩みになったりすると、もういくら練習してもね、なかなか戻らないわけですよ。で、そういうのがもう重なっていって、もうある日突然、いや、やっぱりもう、自分は多分向いてないんだなとか、こっちのギタリストの、とはやっぱりちょっと、イングウェイを弾けないなとか、やっぱりラードネスも弾けないなとかね。なので、私はどっちかって言ったら多分、オリジナルがいいのかなとか、もうそういうね、悩みってすごくやっぱりあります。いつになってもあるんですよ。だから突然、ギターもう本当に自信なくなって、弾きたくないって思ったことはね、もう数知れないです。で、実際もう弾かない、もう弾きたくないと思って、本当あれだけ毎日弾、何、一日何時間も弾いてたのに、もう本当に1ヶ月とかね、触らないでとかってありますよ、やっぱり。で、そうなった時には、やっぱり弾く活力がやっぱり欲しくなったりするので、自分の中でもうやっぱり弾かないとダメだなと思うわけですよ。でも、弾きたい材料を今度引き出さないとダメだなと思ってて、じゃあ、例えばね、今までこう、ざっくり作ってきた音に対して、ちょっともうかなりこだわってみようかっていうね。もうかなり帯域、聞こえてくる帯域、あると思うんですけど、そこのもう嫌な部分とか欲しい部分とか、全部帯域を調べて音作りに専念すればいい音できれば、やっぱりギタリストに限らずやっぱり弾きたくなるもんなんで、で、それでまたこう弾くようになって練習し始めたりねっていう感じです。なのでね、どこまで行ってもね、やっぱり悩み事って消えないですね。で、ある日、やっぱり突然、自信もなくなります。それはもう、やっぱりずっと、今までこう、ギター弾いててきて、もう何度もありましたね。で、その中で、自分なりにね、当然、そんなの周りから見ると、そんなのわからないので、そこはもう自分で、なんとかこう、ああ、もう、立ち上がっては、這い上がってきましたけど、そういう、活力になることをね、いろいろ考えて、頑張ってきましたけど、本当にね、35年飛行が、多分これから先、10年、15年飛行が、おそらく、その、悩み、で、やっぱり突然やめたくなったり、っていうのはね、多分ずっと付きまとうんじゃないかなと思います。なので、もしね、悩んでる人が、いれば、本当に、どれだけ、頑張ってるね、傍から見れば、めちゃくちゃ弾けてるっていう、思ってるっていうギタリストでも、
やっぱりそういうね、悩みはやっぱりあるもんなんですね。なので、まあ自分だけじゃないと思いますので、そこはね、頑張って、まあ今後のね、励みにしてもらえればね、すごく嬉しいかなと思います。で、私たちもやっぱりその、ギターをやり始めた頃の、まあ皆さんギター始めましたっていう動画とか当然上がってるわけじゃないですか。でも全然やっぱりやり始めたから、弾けなかったりするわけですよ。でもそういうのを見てやっぱり逆に活力っていうかね、まあ勇気っていうか、よし頑張んないとなってやっぱりこちらもなりますので、やっぱりそれはやっぱりなんかこうね、お互いまあ見えないとこで実はこう助け合ってるっていう部分なのかなと思ってます。はい。なのでね、まあ今後も、すごくね、やっぱり自分の中で常に今の位置って皆さんあって、でも必ず上なんですよね、皆さん。うん、で、やっぱりここに行くと、やっぱり不思議とやっぱりさらに上になっちゃうんで、これもう続くんですよ、これ。なので常にね、悩みっていうのは消えないんで、はい、その悩みの中で、やっぱりこう引いていかないとなんないし、なので違う楽しみ方とかね、あればやっぱりそれは継続するっていう上でね、すごく大切なことなので、はい、やめるっていう選択肢はすごくやっぱり簡単なんですけど、やっぱり継続するってね、本当いろんなね、そういう気持ちだったり、まあいろんなことがね、たくさん絡んできますので、継続って本当に難しいんですよ。でもやっぱり見てるとね、ギターやってもう10年くらいやめて、でもやっぱりなんかのきっかけでやるっていうのもあるわけじゃないですか。うん。なので、まあ、今後のね、ちょっとお互いのこう活力になればね、すごく嬉しいかなと思います。なので私も今後もね、頑張って、まあもうやっぱり年ですけどね、まあ年に、年齢に負けないでね、まあサウンド、音作りもそうですけども、まあオリジナルに関しても、土台を作る、コピーですね、コピーに関しても、これからも、頑張っていきたいと思いますのでね、お互い、まあ落ち込まないで頑張っていきましょう。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。